ベルベジンの藤原です、本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベジンウェブストアの方によろしくお願いします。これからご紹介する商品は8月の6日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。新商品入ってきましたので紹介しようと思います。はい、こちらチャンピオンタンクトップですね。はい、こちらランタグのタンクトップです。はい、サイズミディアム、はい、リバーシブルの、はい、ブルーに裏が白ですね。はい、ミディアムなのでちょっとね、自分ちっちゃいですが、僕もねタンクトップ好きで結構持ってます。このリバーシブルのタンクトップはね、結構夏でも着れると思います。はい、色もねいいですし、雰囲気いいですね。ラバープリント3段、はい、こちらランタグで7800円に消費税ですね。続いてナイキですね。はい、オレンジスウォッシュセブンティーズのミディアムですね。はい、コーンボディで白のラバープリントです。はい、ミディアムちょっとねサイズ小さめですが、状態いいですね。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてラルフのポロカントリー、サイズラージです。はい、エンジボディですね。はい、後ろも文字ポケティで、ここに、はい、魚です。はい、ラージ、まあ、僕はジャストサイズだと思います。まあ、ちょっとね全体的に色あせしてますが雰囲気いいですね。はい、こちら6800円に消費税ですね。続いてチャンピオン、はい、こちらトリコのエクストララージ、はい、コンボディでノートルダムラバーのプリントです。可愛いですねこのプリント、はい、エクストララージ、まあ、ちょっとゆったりしますが状態いいと思います。はい、こちら5800円に消費税ですね。続いてこちらリバーシブルティですが、はい、アバクロとチャンピオンの、はい、これダブルネームですね。はい、リバーシブルティ紺で裏はグレーです。ボディこれ50-50、ちょっとサイズ表記がないんですが、おそらくねミディアムぐらいですね。ちょっと僕ちっちゃいです。はい、フロントミシガンで雰囲気いいですね。はい、こちら6800円に消費税ですね。続いてチャンピオントリコのエクストララージ、はい、ちょっと V のネックですが、はい、黒ボディです。フットボールの黒ボディ、はい、後ろも後ろ無地ですね。はい、前ラバープリントで、はい、ひび割れプリント、こちら6800円に処理ですね。はい、続いて T シャツでバータグのミディアムです。状態いいんですがリンガーエンジ白ボディね、若干全体的に少しピンクっぽくなってますね。ちょっとエンジの色が少し出ちゃったのかなっていうぐらいです。でも状態が非常にいいですね。スヌーピーの染み込みプリント、テキサス染み込みです。ミディアム若干小さいんですが、はい、後ろは無地ですね。プリント可愛いです。こちら9800円に消費税ですね。キュッパーです。はい、続いて珍しいですね、グリーンの霜降り、はい、バータグのミディアム88ですね。88のグリーン染み込み3段、はい、非常にいいですね。ちょっとだけねここにねちっちゃい小穴が開いてます。それぐらいです。もうねボディの状態ねバキバキですね。はい、非常に綺麗です。グリーンバックは無地です。染み込みでこちら9800円に消費税ですね。キュッパーです。はい、続いて半袖シャツいきます。パタゴニア、はい、サイズラージです。こちら後ろにもどうすかね3306、うん、珍しい柄ですね。はい、サイズラージなので自分がちょっとゆったりします。
僕はあんまり見たことないからですね、はい、うん、こちら7800円に勝利です。 7% ですね。続いてデッドストックのシャツです。はい、ベニズタウンクラフトミディアムです。サイズ M、 はい、こちら 100% コットンのチェックですね。襟芯入ってるので60年代ぐらいでしょうか。はい、ちょうどミディアムだと僕がね若干ちっちゃいです。はい、だから綺麗なねチェックですね。色目デニムとも相性いいと思います。はい、うん、完全にデッドストック。はい、こちら12,800円に消費税ですね。1ニット、はい、続いてこれ珍しいですね、 90s ナイキエクストララージです。はい、柄がね結構派手な珍しいです柄だと思います。エクストララージなんで、ね、ちょっとゆったりします。はい、でも柄がねすごい綺麗ですね。ナイキの半袖シャツ、はい、珍しいですね。こちら7800円に消費税ですね。続いてこちら、半袖シャツ、まあ、ビーチシャツですかね、なんかパイルのピルグリムです。はい、サイズミディアム、はい、こちらね2ポケットの裏地がねパイルのシャツです。ミディアム僕はねジャストサイズです。はい、柄もね綺麗ですね。はい、まあ夏に持ってこいじゃないでしょうか。ぜひね海とかで着てほしいですね。かっこいいですね。こちら7800円に消費税ですね。続いて長袖のシャツです。シャンブレシャツビッグマック、はい、サイズが14ハーフ、はい、スモールサイズ、すごい状態いいです。多分ねワンウォッシュからツーウォッシュぐらいです。スモールサイズね僕はちょっとちっちゃいんですが、はい、超程度いいですね。シャンブレシャツビッグマックこちら9800円に消費税ですね。続いて、はい、こちらサイズ14ハーフ、はい、この程度いいですね。あのサラボタンの、はい、白の、まあ同じサイズスモールサイズですね。自分が多分あのピタピタです、はい、これもね状態いいですね。こちらで12,800円に消費税です。1ニッパです。はい、続いてラルフローレン、はい、サイズミディアム、こちらがねネルのプルオーバータイプで襟元がシャンブレーですね。はい、下がでもねボックスタイプなんで M サイズ僕がちょっとゆったりします。はい、ただね青黒かっこいいですね。チェックも綺麗です。状態もいいですね。こちら6,800円に消費税です。続いて WRL のネルシャツですね。ミディアムサイズ、はい、WR のミディアムは僕がねちょうどいいサイズです。はい、僕もね何枚かシャツ持ってますがいつも M で買ってます。はい、まあユーズドですがね状態いいです。こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてファイブラザーサイズラージです。はい、まあ黒ベース、黒グレー赤綺麗ですね。色ラージサイズ僕はねちょうどいいサイズです。はい、まあこう黒が入るとね締まりますね。はい、いい色です。こちら6,800円に消費税ですね。はい、続いてファイブラザーのラージです。同じく出ました黒白グレー、この色は綺麗ですね。また黒が入るとまた一段と、はい、このねちょっとこうシャドウチェック風なネルいいですね。黒白グレー、はい、こちら7,800円に消費税ですね。続いてこちら LL ビーンのこうボストンバッグですかね、はい、ショルダーのベルトもついてます。はい、そうだね、タグがですね残念ながら
取れてしまってるんですが、ジッパー、はい、LL 瓶ですね、はい、まあ程度は若干焼けはありますがね、はい、いいと思います。形珍しいですね、はい、LL 瓶こちら 12,800円に消費税ですね。スニーカーいきます、コンバースハイカットですね。 USA 製のハイカット、ステッチ入ってます。 80s です。ちょっとねかかとのオールスターの文字がね少し消えてますが、サイズが、はい、8.5、はい、ちょっとね、ただこの赤がね色あせるの結構かっこいいですね。ハイカット、はい、80s オールスターのハイカットで8.5赤、こちらで 19,800円に処理ですね。1キュッパです。はい、続いて革靴、うちではね珍しいですよね、トリッカーズです。はい、トリッカーズのウィングチップ、はい、ソールもね、はい、まあ当ててますし、まだ綺麗ですね、はい、うちもね状態いいのしかもちろん選んで買ってきてません、サイズがね 9.5、はい、トリッカーズのウィングチップで、はい、こちら 25,800円に消費です。25%ですね。はい、はい、続いてリバースウィーブいきます。トリコのエクストララージ、はい、半袖オリジナルです。こちらチャンピオンマークありますね。このねグレーちょっと珍しいと思います。はい、ちょっとね水色とグレーが混ざったような色、はい、エクストラージなんでね、ちょっとこう半袖だとね少しゆったりきても可愛いと思います。なかなかねリバースウィーブのこの半袖のオリジナルって少ないですね。はい、ラバープリント2段、はい、こちら7,800円に消費税ですね。はい、続いてこちら刺繍のエクストララージ、はい、USA オリンピックですね。はい、エクストララージなのでちょっとゆったりします。白ボディのオリンピック刺繍、はい、こちらも、はい、後ろに珍しいですねプリント。まあちょっと今年はオリンピックでなくなってしまいましたが、逆にいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7,800円に消費税ですね。はい、続いてこちら刺繍タグのエクストララージ、はい、グリーンですね。ちょっとね目なしなんで珍しいんですが、若干シミがあります。まあ何回かね洗えば取れると思うんですが、エクストラージちょっとゆったりします。はい、グリーン目なしでこちら7,800円に消費税ですね。続いてこちら刺繍のラージです。はい、バージュニアラバーのプリントです。はい、ラージボディ僕がねちょうどいいサイズです。はい、状態もいいですね。パーカー、はい、こちら9,800円に消費税ですね。続いてパンツです。こちらトリコのリバースミディアムですね。このターコイズブルー珍しいですね。はい、ミディアムボディちょっと派手ですが、はい、派手好きな方にミディアムで、ね、形いいですね非常に。はい、後ろも状態いいです。はい、ポケット付きですね。こちらポケット付きでこちら7,800円に消費税ですね。続いて同じくリバースの黒です。はい、刺繍タグのエクストララージ、ちょっとダボっとしますね。エクストラージちょっとしかも長いっす。はい、ここにでかいマークついてますが、はい、こちらエクストララージなんでね、ただまあちょっと大きい方ぜひ。しかもこちらもポケット付きです。ポケ付き黒珍しいですね。はい、後ろも状態いいと思います。こちらで7,800円に消費税ですね。はい、続いてコーデュロイパンツ、ちょっとね光沢があります。こちらねデッドストックの状態です。ちょっとフラッシャーとかね取れてしまってるんですが、もうデッド、ちょっとねここに若干焼けがあります。それぐらいです。はい、こちら509コーデュロイの、ちょっとねタグも
多分珍しいですね、これちょっと白にエンジアンケートも入ってます。はい、509ストレートですね。はい、綺麗なストレートです。ちょっとね光沢のあるブラウン、はい、こちらね実は3030です。デッドで12800円に処理です。12本。続いてデニムです。リーのストライプ、はい、ストレートのですね、でストライプジーンズです。はい、こちら、実寸はね3033、ちょっとレングス長めです。はい、後ろもね状態いいですね。はい、ちょっと珍しいこのストライプパンツ、こちらで9800円に消費税ですね。続いてこちら501のケミカルウォッシュですね。ケミカルウォッシュの、はい、サイズ3230のデッドストックです。はい、まあ、デッドの状態ですね。なんかこう新鮮ですね。デッド、ケミカルウォッシュのデッド、はい、3230、もうねグッドサイズです。はい、デッドストックこちら15800円に消費です。15%です。続いて501の、はい、こちらブラウンですね。 USA 製3234、はい、こうブラックに見えるようなちょっとブラウンです。色目ね、あの綺麗ですね。はい、こういったちょっとね珍しいデニムもいいと思います。はい、サイズ実寸がね3131、はい、こちら7800円に消費税ですね。続いてブラックジーンズの501、はい、裏も黒いですね。こちら実寸3130です。はい、真っ黒ですね。この黒はかっこいいです。はい、ちょっとこうひげも入り始めてます。これはこの黒で、ね、履き込むといい色になります。ヴィンテージみたいな色になりますね。はい、501ブラックでこちら9800円に消費ですね。 9% です。はい、続いてこちら505の USA 製です。はい、3232、はい、状態いいですね。いいサイズです。3232、ちょっとねセンタープリッツ入れて当時の人が履いたんだと思います。はい、これもこれでね逆にかっこいいと思います。はい、状態 505 USA 製でこちら12800円に処理ですね。はい、続いてこちら501の USA 製、はい、これもねちょうど当たり出始めて状態いいです。はい、パッチ容器3532、はい、実寸が3529ですね。当時裾が上がってるかもしれません。はい、全体的にこれもね状態はいいです。はい、僕はねちょっとゆったりして腰履きになりますが、まあ35、はい、35表記って珍しいですね。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらも501の USA 製です。はい、ちょっと一瞬ね赤耳かなって思うぐらいいい色です。ちょっとひげも出てて当たりも綺麗に出てます。はい、パッチサイズが3434、実寸がですね3330、はい、これもね当時ね裾上げてるしてるかもしれません。はい、でもね履き込んでるので全然見た目わからないですね。はい、こちらも USA 製の501で9800円に消費税ですね。 9% です。いい色ですねこれ。はい、続いて久しぶりですね、こちら501の、はい、66の後期です。はい、66後期、まあ完全にね夏仕様です。はい、サイズがですね3128、はい、これ夏にいいんじゃないですかね。これちょっと当たりも出ててちょっと膝にねあのダメージもありますが、はい、完全夏仕様です。はい、意外とねあの66後期とか赤耳ってねやっぱ数少ないですね。あの入荷がほとんどないです。なんでかなと思うんですが、はい、こちらもねいいサイズといい色ですね。はい、5166後期、こちらで12800円に処理ですね。12%。はい、続いてこちらパタゴニアの PCU パンツですね。はい、
PCU。 こうやってかっこいいですね、やっぱデザインが。サイズがこちらミディアムレギュラーですね。はい、ミディアムレギュラー、僕はねちょうどいいサイズです。ちょっと下縛られてるんでキュッとやれば、はい、僕ちょうどいいサイズですね。コンディションもいいと思います。はい、こちら15,800円に消費ですね。15パーです。続いてジージャンです。はい、こちら、マイナーブランドですね。はい、あのスナップボタンです。こちらポケットもね、2ポケット、まあ、一応ね形的に言うとセカンドタイプ。はい、後ろのねアダスタとか何もないです。サイズがね38ぐらいでしょうか。はい、デニムのコンディションいいですね。ちょっとこの辺にポツポツっと、はい、あるぐらいです。まああのちょっと変わり種がね好きな方の方がいいと思いますね。はい、こちら15,800円に消費税ですね。15パー。はい、続いてリーバイスのブッシュジャケット。はい、コンディションいいです。そして皆さんが探しているスモールサイズ、はい、このブッシュジャケットはねスモールサイズが一番出ないと思います。ラージとかになっちゃうとかなりでかいので、もうスモールサイズ、はい、自分でもこうジャストサイズです。コンディションもいいですね。はい、こちらで12,800円に消費税ですね。1年パー。はい、続いて最後に70505ビッグイ、はい、ブランケット付きです。はい、時期的にとは思うんですが、はい、パチッと割れてやってます。サイズがね44ぐらいあります。ちょっとゆったり切れます。ブランケット付きだからね色落ちがねめちゃめちゃかっこいいです。はい、ノーダメージでもう縦落ちすごいですね、この荒々しい落ち方。はい、ブランケット付きならではです。はい、57050のビッグイでこちらで19,800円に消費税ですね。19%。はい、うん、はい、本日紹介は以上になります。ベルベージーの方で、買取、委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いします。